皆さんこんにちは、 EFL 英語塾英語講師の平野真由です。今回はあなたが頑張れるタイミングは社会が頑張れと言っているタイミングと違うかもしれないということについてです。社会で頑張れって言ってるタイミングって何なのっていうことなんですが、これは、もう社会構造のように私たち、が当たり前だと思っているタイミングっていうのがあるっていうことですね。そのタイミングはどんなものなのかというと、まず一つ目が受験ですね。そして二つ目が就職活動です。受験は中学受験、高校受験、大学受験とありますが、多くの人がするのは高校受験と大学受験なんじゃないかなと思います。そしてそれは中3になったら頑張らなきゃいけないもの、高3になったら頑張らなきゃいけないものとしてあるんですよね。そしてその次が就職活動です。これも就職という、この社会のシステムで多くの方が通る道だと思います。就職を選ぶ方っていうのは大学3年頃から就職活動っていうのをしなければならないというのがありますよね。そしてそれも頑張んなきゃいけない、自分の頑張りをそこで見せなきゃいけないという社会が決めた頑張らなきゃいけないポイントってあるんですよね。でもそれはあなた自身の頑張らなきゃいけないポイント、あなた自身が頑張りたいと思っているポイントとは違うかもしれないっていうところがあるんですよね。それって社会がもしくは他人が大衆が思っているだけの頑張るポイントなので、全員が全員それに誠心誠意取り組んで頑張れるわけではないです。中3になったら勉強しなきゃ、高3になったら受験勉強しなきゃ、受験生なんだからっていうふうにそういった雰囲気を感じ取って自分自身でそうやって勉強しなきゃいけないだったりとか、就職活動でも一緒だと思います。大学3年生になったからインターンに行ったとか、そして4年生になったらこんな説明会に行ってとか、周りのこの雰囲気だったりとか、就職活動は頑張らなきゃいけないもの、何十社も受けなきゃいけないものっていう風に社会でそういう風な風潮があるから、それに乗っかって自分も頑張らなきゃいけないっていう風に思ってしまっている。でも先ほども言いましたが、あなたの頑張るポイントっていうのがそれは違うところにあったら頑張れないし、それはめちゃくちゃ苦しいものになってしまう。本当にそれに対して意欲があったりとか、やりたいだったりとか、目標があっての受験だったりとか、目標があっての就職活動だったら全く問題ないとは思いますし、それに対してのモチベーションがしっかりある方っていうのは本当にそれに向かってその受験だったりとか就職活動がいいきっかけとなってしっかりと努力をしてその場に行くという、そういった努力の姿勢だったりとか、経験っていうのを得れると思いますが、頑張るタイミングが別にそこじゃない人もいるんですよ。なのでここで頑張れない自分が嫌だとか、なんかこう集中できないとか、何か違和感を感じているとか、そういう方っていうのはもしかしたらそこがあなたの本当に頑張るタイミングではないのかもしれないし、そんな自分を責めなくて大丈夫。もちろんここで言ってるのはただダリーからやりたくないとかって言ってる話とは全く別のことなので、そこはまたミスアンダースタンドしてほしくないんですが、そして受験だからって頑張らなきゃいけないではないし、就職活動だからって頑張らなきゃいけないわけでもないんですよ。人生の中で努力するポイントだったりとか、努力する時期だったりとかっていうのがそれが違うっていうだけで、世間の頑張らなきゃいけないそういった時期に合わせる必要っていうのはない。だからといって受験頑張らなくていいやし、就職活動別にいいやとか、そういったことではないです。自由に生きるということは身勝手に生きるということではないので、そのタイミングが来るためにもしっかりと自分自身で、あ、こうしたいなっていう目標があって行動して、そして何か例えば失敗をしたりとかして、そういったところで学びを得てという風な形になるので、あなた自身の頑張るポイントで努力をして頑張って進んでいけばいいのかなという風に私は思います。そしてここで伝えたいのは、受験に落ちたからといって就職先、希望のところに決まらなかった、からといって、別にそれっていうのは全くもって悪いことじゃないし、それだけが人生の指標ではないので、それに惑わされないでほしいっていうこと。そしてその落ちたってことがあなたが努力をしてないとか頑張っていないということには全く結びつかないということですね。本当に努力を怠ってたらそれはまた別の話になるんですが、そういう時にもう落ちたからダメだとか、泣いてもらえなかったからもう自分終わってるとか思うかもしれませんが、道は全くそれ一つじゃないし、落ちたことによってじゃあこの環境で自分はどういう風に楽しんで人生を歩めるかなっていう風に切り替えて考えることがすごく大事で、
失敗した時に、ダメだった時にどういう風に乗り越えられるかなっていう、乗り越える力っていうのが大切なんですね。合格不合格どちらにせよ、自分の置かれた環境の中でいかに自分自身を発揮して楽しむかっていう風なことは自分自身で変えられます。そして最終的には、私の学生時代最高だったな、本当にこの学校で良かったな、この環境を作れて良かったなっていう風に思える、自分であること。そして、就職の場合は、例えばすごくいい会社だったりとか、自分が行きたい会社とかに行ったとしても、それが結局合わなかったりする人もいるかもしれない。その入れた会社の中で自分自身がどうやって、社会に貢献できるかな、どういう風な気持ちで働けるのかなっていうことがすごく大事ですし、会社の場合はどんどん転職だったりとかもできますし、もちろん起業もできるので、そういった方向に自分自身がその障害、その壁っていうのをどういう風に乗り越えていけるかなっていう風な、力を自分自身で身につける、それっていうのは失敗からでしか学べないので、そしてその学べる失敗っていうのは、それに対して頑張ったりとか努力をしたりとか、そういった方っていうのがぐっとそこで学ぶことっていうのができるんですね。それっていうのは別に受験のタイミングじゃなくても、高校に入ってからこんなことで一生懸命頑張った、大学受験は頑張れなかったけど、でもなんとかこの大学に入って、その中で楽しみながら頑張ったとか、最初の会社ですごく辛いことがあって、何かここはやっぱり合わなかったから違うところにまた転職してみようかなとか、環境をちょっと変えてみようかなとか、その少しの勇気だったりとかっていうのがすごく必要、何か壁を乗り越えるための。でもその努力っていうのは、別に世間が決めてる受験とか、就活とか、そういった時期に合わなくて全くもっていいです。なので自分自身が頑張れるタイミングっていうのが必ずあります。でもそれはもちろん自分自身が前を向いて進んでいこうという姿勢が持ててのお話です。あなたにはあなた自身の努力をするタイミング、困難というのを乗り越えるタイミング、そしてそれを経て学ぶタイミングというのが必ずあります。そしてそれを一生懸命乗り越えて学びにするというところが一番大事ですね。自分のことを信じることから、そしてその信じるという力を努力に変えてみてください。私たちが生きているタイミングは今でしかないですが、その中でも広い視野を持って、そういった誰かが決めた社会システムだったりとか、誰かが決めた軸に生きるのではなくって、自分自身の中の軸に沿って、自分をまず信じて、始めてみるのもいいんじゃないかなと思います。頑張れるタイミングに人は自然と頑張れる。